改めましてご紹介いただきました蓮舫です。代表選に向けて最後の街頭演説の場所となりました。前原選手先輩、玉木雄一郎さん、優秀な先輩と後輩とこうして堂々と政策論争をさせていただけること、改めて感謝を申し上げると同時に、ここ池袋の場所を借りて街頭演説をするときに、これだけ多くの皆様方が足を止めてくださることに、まずもってお礼を申し上げたいと思います。今回の選挙を通じて、私たち民進党が目指す国の形、今の政治とは違う民進党の皆様方にぜひ聞いてもらいたいと思う政策を、日本中で話をさせていただいてまいりました。安倍総理は気分を変えました。マインドを変えました。明日は良くなる。でも3年9ヶ月が経って、今この国が置かれている経済成長の姿は、果たして皆様方の期待に応えるものだったのかどうなのか。株は上がった、為替は下がった、気分は変わった。でも皆様方の雇用は、皆様方の老後は、皆様方の子供は、本当に幸せになれるような環境が整ったんだろうか。今その時がいいというような政治ではなくて、私は向き合わなければいけない日本の最大の政治課題は人口減少だと思っています。どんなにこの国で女性が産むという選択をしても、残念ながら日本は世界で最も速い速度で人口減少が進んでいます。今からわずか24年後、赤ちゃんが24歳になるとき、皆様方の今の年齢に24を足したときの日本の近未来、日本の基礎自治体の3割が無人になる。1年の100万人、まさに玉木さんの香川県1個がなくなるかのようなスピードで人口減少は間違いなく近未来にやってくる。じゃあその時に限られた財源、皆様方が納めてくれた税金、これを何に使っていくのかをぜひ私たちは問わせていただきたいと思う。限られた財源を輸出企業に、大きな企業に、これまで以上に減税も含めて再分配をしていく政治をまだ続けるのか。皆様方が頼んでもいないのに、将来の安心の年金を株に投資をして15ヶ月間で10兆も毀損をするというような政治をまだ続けるのか。介護離職ゼロと言いながら、でも介護を受ける方たちの自己負担をどんどん高めていく、そのような政治を続けていくのかどうなのか、我々は抗いたいと思います。今までのお金の使い方ではない、皆様方に納税に見合うだけの行政サービスが必ず返ってくるという国を、返ってくるという社会を、ぜひ蓮舫に作らせていただきたいと改めてお願いをさせていただきます。豊かと言われている日本で、なんで6人に1人がシングルマザー、シングルファザーの家庭に至っては、なんで2人に1人の子供が貧困なんですか。年収122万円以下、食えない、食べさせられない、洋服が買えない、塾に行かせられない、我慢してくれと親が子供に言わなければいけない家庭は、これは自己責任なんでしょうか。その貧困から抜け出したい、あるいは自分の可能性を広げたい、努力して努力して勉強して大学に入っても、今や2人に1人の学生が奨学金を借りています。これは借金です。大学を出るときに平均300万円の借金、でも大学を出る社会の第一歩、今や
4割が正規社員です。金が返せない、3年後が見えない、そしてそれはすなわち結婚ができないという、こんな切ない現実を若者に押し付けるのは本当に自己責任でしょうか。私たちは考え方を大きく変えたい。次の世代を担う子ども、次の日本を担う若者に自己責任という名前で押し付けるのではなくて、限られた財源を成長につながらなかった再分配を教育に回そうじゃないですか、福祉に回そうじゃないですか、雇用につなげようじゃないですか。改めて民進党が皆様方に作り上げたい、皆様方にお伝えをしたい社会は人に投資をする社会。そうすれば子どもたちは将来必ず納税者になります。社会保険料の担い手になります。そのことによって持続可能な社会保障制度が作り上げられます。 GDP の6割は消費で支えられている。この3年9ヶ月財政投資をしても、ジャブジャブの金融緩和をしても、この消費が動かなかったのは何か、それは今そこにある不安に政治が応えてないからではないでしょうか。だから私たちはこの不安を取り除いて、子供を産んでもこの子を育てることができる、教育を受けさせることができる、不安定雇用から抜け出すことができる、人生の最後を安心して過ごすことができる、安心の好循環社会を作ることこそが今の日本に求められている、私は政治だと思っています。民進党の代表選、玉木さんも前原さんも素晴らしい政治家です。この3人と戦えることを改めて誇りに思うと同時に、でもどうか最後の選択肢は蓮舫にしてもらいたいと改めてお願いを申し上げ、お伝えと返させていただきます。ご清聴ありがとうございました。